はい、しょう。今天不聊天，要注意一下。好多次都是过了才打开的。Hello。好，Hello，大家好，欢迎收看我黄金城先生的怀旧系列。下午实况的这款游戏是世道二西带版哈。今天主要我们要走的路线是清门组流氓路线，好，那么请大家收看哦。因为这个世道二的它 OP 做的片头曲非常棒，所以我每次都想说，有观众进来看的话，可以让他看完哈，然后我们再游戏开始。因为有些是新观众。好，那么我们现在开始哦。这个是昨天6点。好，那么继续。这次我们走清门主路线，斩鬼丸硬度还没有很高哦。好，我们先用简单的赚钱，我们先赚钱。哦，新的呢？黑肉，这个是黑肉啊。这个看看，我们把荣月夜，哦，能力还蛮平均的，不过先这样。哇，我们的刀库快满了20个，现在13个，要去扩充了。不过先不能扩到100个，这游戏有一个 bug，有一把刀清满。它不能那个扩到100，扩到100它就永远拿不了。树珠，刮刀斧，玩简单还可以啦。开始喽。我们继续展开纯洁女士，这次是女的。時はなお、我们这个就快速。侍が確かに存在していた。我们再快速一下哦，因为每次开头都一样。好。
要清门主路线稳来六，杀成功后，哦，同八 ，OK。这话得救了呢，で、カラッチダメだったわけや。わ、わ、笑っちまうな。違いねえ。おう、待ちな。見かけねえ面だな。浪人風情が天原に何のようだ。え？ここは、俺たち青戸組が仕切ってんだ。何しに来た。返答次第じゃ容赦はしねえぜ。第一个选项应该就是这个吧，我们来看看哦。为了寻找人生意义而到处流浪，还是第一个。啊，我选第二个。那，なんだ？格好つけてやるな。要は仕事の口を探して流れ着いた貧乏浪人ってとこだぜ。へっ、はなっからそう言いやがれ、真っ黒臭いやつめ。お前、腕に自信があるなら後でうちの組に顔出しな。なんか仕事にありつけるかもしれねえぜ。さっさと消えな、貧乏侍め。選错、我们再来一下。Sorry， 对不起，我们来一下哦。这个。なんだとてめえ。貧乏浪人が偉そうに。俺たちがお前に口の利き方ってもんを教えてやるぜ。まいった。助けてくれ。命だけは、勘弁してくれ。この通り。俺たちはこれでも天原じゃ顔が利くんだ。よま。見逃してくれりゃ、あんたにもいい目を見させてやるからよ。な、いいだろ。兄貴、許してくれ。いいね、あんた、とてもいい。なあ、助かった。お嬢さん、早いとこあいつを片付けてか。小金。お前殺すよ。その名で私を呼ぶなって言ってるだろ。死なないとわかんないんだったら。いや。すまない、京次郎さん。俺が悪かった。だから助けてくれ。さてどうしようかね。やめた。兄さん、あんた強いね。私はね、強いやつが大好きなの。我的角色不是女孩子吗？強いやつとやり合って、そいつをぶった切るのはたまらない快感だからね。あんたもそうなんじゃないのかい？だったらそんな半端者よりもっと骨のある相手を切ってみたいだろう。这个来看一下。一开始的选择。
新门篇一开始就好像不影响，那我们就继续。那个是侄女吗？どうだろうね。試してみるかい？いいね、この感じ。あんた鳥肌が立ちまうようないい目をしている。ますます気に入ったよ。あんたにいいことを教えてあげよう。天原で一番血の匂いが濃い場所は青戸組さ。そこの用心棒になれば切る相手には不自由しないよ。この私が保証してあげよう。私は影沼京次郎。もし興味があったら青戸組の屋敷まで来ておくれ。小金、あんたは味方にするより敵に回した方が面白そうだけどね。待ってくれ京次郎さん。我们去清门组看有没有那个。てめえ！いや、あんたは。よく来てくれやした。兄貴ほどの腕前なら犯罪も親分もきっと気に入ってくれると思いますぜ。さあ中に入ってくれ。親分の部屋は入ればわかるはずだからよ。他们三个变看门小弟了。跑腿王看门小弟。来たね。头，他的头先往后转，然后身体才跟着。誘われてここに来たんだろう。好厉害。あんたはやっぱり私と同じ生き物なんだ。楽しみだね。これから天原がどんな地獄に変わっていくか、私も精一杯頑張らせてもらうよ。そして最後には。安心しな、まだその時期じゃない。私はあんたの味方さ。今はね。笑死我了。俺が鷹沼の犯罪者だ。どうしたい？とっとと座りな。それともこの俺の勘でも取りに来たか。てか、おー面白いと来たか。京次郎から聞いた通りの男だな。おめえはこの女性だ。狂犬は何匹いてもいい。気に入ったぞ。さあ楽にしてくれ。話してやれ。へえ、いいか、今俺たちは奉行所の奴らと戦になりかけてる。もともと天原は俺たちが仕切っていた町だ。それがここ最近奉行所の奴らがやたらと動き出しやがってな。半端じゃねえ死人が出るありさまだ。奉行所といっても恐れることはない。要は最後にこの天原を誰が仕切るかってことだ。そうすればちょいと別の道からあいつらの首根っこを押さえつけることだってできる。それはこの俺に任せておけ。そのためには縄張りをきちんと守り広げなきゃいけねえ。いいか、仕事はたっぷりある。報酬も弾んである。だからそれなりの働きをしてみせな。早速だが一つ使いを頼もうか。鹿野町に行って霞って娘を連れてきてくれ。こいつは先代の一人娘でな、青戸組の跡目の件で相談があるんだが、どういうわけか俺と会うのを固くなに拒んでやがる。うちの連中が行くと警戒するからな。
お前ならちょうどいいだろう。もちろんこれは仕事だ。報酬は出すぜ。どうだ、引き受けてくれるか。其实后面他有他的自画像。其实后面他有他的那个 自肖像，然后他叼着一个玫瑰。真是的。使い走りなんてケチな仕事はやらねえか。どんだけの使い手か知らねえが、ご体操なもんだ。まあいい、気が変わったら声をかけな。这个好像用不太对。依赖先倒回去一下，好像用不太对。よし決まった。鼻っ柱の強い娘だからな。怪我させないように気をつけてくれ。何せ大事な先代のお嬢さんだからよ。うん。然后道路也停。哎，有居民哎。啊，应该是来买树魔。他们应该是来买树魔的。这边哦，有了。いいから、来いってんだよ。親分がお待ちかねだぜ。そう、そうだ。あんまりわがまま抜かすんじゃな、ないぞ。あんたたち、誰に向かって口聞いてるつもりなのさ。へっ、お嬢さん、お嬢さん、かすみお嬢さんってか。だからどうしたい。这三个真的是。でーい、めんどくせえ。来いってんだ、この雨。あっ、ん、なんだなんだ、俺たちの邪魔すんのか。臭东西！なんだと？やろう。然后呢？今度こそぶちのめしてやれ。よ。てめえ！ひょっ！ひょっ！ごめんしてくれ。つらかれ！为什么他们每次都不长记性啊？真是的。お侍ってのはみんなそんなに強いのかい？そうじゃないよね。あんたがすごいんだ。助けてくれてありがとう。私はカスミって言うんだ。さっきの奴らはまあどうでもいいか。あんたには関係のないことだし。我认识那个久仰你的大名。私の名を知っている？どういうこと？あんたまさか。なるほどね。あんたが青戸組の新しい用心棒ってわけかい。それで私に何の用？また犯罪門が開いたって話かい。開いたきゃ自分が来ればいいだろ。子分どもに囲まれてないとそんなに心配かい。肝っ玉の小さい男だね。まあいいよ、助けてもらった例もある。一度だけあんたの顔を立ててあげよう。ただしこれっきりだからね。好吧。我们回去清门主。あの薬は何だい。カタギの衆を食い物にするなんて、青戸組も落ちたもんだね。お嬢さん、そうも。もう先代の時代じゃないってことは、あんたもそろそろ。先代ってどういうこと。まだお父っつぁんのもの最中だよ。
跡目も何も決まっちゃいないはずさ。確かに形の上ではな。だが俺以外誰がこの組を治められる。あんたも早いとこ俺と祝言をあげた方が利口ってものだぜ。変態。誰がお前なんかと。人気を持ってなる青戸組さ。お前が組長じゃ、お父っつぁんも浮かばれないよ。みんな、そうだろ。我听话。お前たち。興味、やれ人気だ、人の道だじゃ。組は晴れねんだよ。わかったかい。情けない。あんた。そいつは俺の触覚だ。京次郎によるとなかなか使えるやつらしくな。組のためにちょいと力を貸してもらおうと思ってるのさ。お前の用心棒に興味なんかないね。どきな。どきなって言ってるだろ。私を舐めるんじゃないよ。大バザー。あんたも甘い汁を吸いに来たんだろうけど、仇の衆に手を出したらこの私が許さないよ。分かったね。どうだ。觉得你很变态。無骨が強いところが可愛いだろう。だがああいう舐めた真似ももうじきしまいだ。そん時はたっぷりと教え込んでやる。接下来是22号夜晚。那我们在这之前就先来赚些钱，看一下我们清门组的任务有哪些。嘿嘿，就是的，嘿嘿嘿，我是专业的，嘿嘿嘿。よく来たな。あ、可以了，可以了。天元奉行所。そうよ。哇，我清门组的任务比较不太 OK 呢，不能让奉行所的人发现。啊，糟糕。这边就是武藤过来打。行くよ。真的好痛。なかなかの腕だな。だが、貴様の剣はすでに見切った。この天原を守るため死んでもらう。行くぞ。住手。お待ちなさいって。住手。これは中村さん。郷四郎ちゃんにも困ったものね。仕事熱心なのはいいけど、やりすぎは良くないわよ。お言葉ですが、私は幕府の犬を。そんな人どこにいるの。この人のこと言ってるの。ね、郷四郎ちゃん、幕府の密偵が真っ昼間から同心と切り合いすると思う。ですが、確かにお役目は大事だけど、誰にでも突っかかっていいというものではないでしょう。わかりました。很热血的家伙。については中村さんが責任を持つということで放免しましょう。お主、この町で面倒など起こすなよ。ごめんなさいね。郷四郎ちゃんもいい同心なんだけど、お奉行に心酔しきっちゃってガチガチなのがたまに傷なのよ。でもあの郷四郎ちゃんと互角に戦うなんて、あなた強いのね。あたしすっごく気に入ったわ。あたし中村宗助っていうの。郷四郎ちゃんと同じ同心よ。ねえ、ところであなた、为什么你们这天元里面的人都很变态。あなたみたいに腕の立つ男が奉行所に協力してくれれば、この天原も住みやすい町になると思うんだけど。一开始玩的时候我以为你是公公。紹介させてもらうわよ。李公公到。もう釣れないのね。
まあいいわ、私は奉行所に戻るから、いつでも声かけてちょうだい。我们不能被发现。什么？哎，应该就那个。我要跟他要一千，结果他只给三百，怎么办？该不会亲门主的会跟我扣两百块吧？会扣。嗯，就给他。哎。他只拿五十哎！哇，这个好凶哦！啊，这个有点凶哦，踢人！啊，多血多血！救命救命，ちょっと待ちな。おお、help help。おいよ。喂喂喂，为什么每个人想砍我？你们不是都侠义的组织吗？同伴也砍，你们真过分。我要先睡觉。先补血，那个武藤好痛哦。应该说这一把刀他防御太低。大睡一觉，然后我们到22号的傍晚去做一个任务，就晚上。晚上的话，再到清门组，又在踢了。よく来たな。小田街。小田街这里。哇，不能被奉行所的人发现。呀呀，等一下，我来。干嘛？哇，警察、欸。哦，怎么这么多？哦，原来如此，好害怕。哦，他们什么？来，我们马上走这边。就感觉在偷鸡摸狗。来，我们走，不在这边。
哦，四脚转来转去。早期游戏的缺点之一。我看到了。おお、またまた。おお、五百了，不收太多。哦哦，快快快快快快！马上被发现是怎样？うん、よくやった。真是的。以后应该遇到奉行所的都会被调查。我来到夜晚了。好，那我们来继续。我马上就有了。哦，仕事だ。有活干。鹿屋の主人大高善次郎ってやろう切ってもらいたい。こいつがアウト組に諸話代を払わねえ不定野郎でよ。そんな奴を野放しにしてたんじゃ他のもんに示しがつかねえってわけだ。どうだ、我刚收了两匹耶。毫不费力交给我吧。いいか、人目につくのはまずい。やるのは夜だ。わあ、日が暮れて奴が店じまいをして家路に着いたら後をつかむ。仕掛けのないところで。わかったな。お、干掉。お、这个都不能被发现。比较不太能够顺利啊。那接下来的情况下是到鹿野町，鹿夜时分，这里就是。あんた、アウト組の。何度来たって答えは一緒だぞ。わしはちゃんとお上に許可をもらって商売してるんだ。あんたたちに金を払う必要はない。这个吧。なんだと。くそ。青組の先代は間違っても弱い者から金を取ったりしない筋の通ったお人だったじゃないか。先生、お願いします。こんなこともあるかと思ってな。用心棒を雇っておいた。你有钱请保镖。さ、先生、やっちまってください。反正也，其实也是我们的问题。いいねいいね、その剣のさえ最高だよ。あんたの剣には迷いがないね。善も悪もない、ただの人殺しの剣だ。もっとも侍ってのは本来そうあるべきだと私は思うよ。なんたって刀ってのは結局人切り包丁なんだからね。おっと、切り刻みたいぐらい私好みの男。我是女角。